願いが叶う宇宙カワーシールであなたも幸せ。それぞれの思いを込めて自分の好きな場所を使用しているものに願い事をしながら貼ってください。どうやってこのシールを思いついたんですか？テレパシーで宇宙から。え、更新できるんですか？それあたりの宇宙人だもん。宇宙人だったんですか？あんた宇宙人と話してるんだけどな。何人ですか？その火星人とか。オリオン座星雲。オリオン座星雲ってとこ来たの知ってる？オリオン座っていうの。はい、オリオン座知ってます。行ったことあるの？行ったことないです。それで知ってるって。名前だけ知ってます。そう言わないとダメ。宇宙人と喋ったりできますか？できるよ。宇宙人ってはね、言葉出さないの。へぇ、宇宙の空気がないから言葉がないんだ。空気で振動するから言葉で、真空の時の言葉でないの。へぇ、呼んだりできないんですか？呼ぶんだよ。今呼べますか？今は呼べないよ。急に呼べない。宇宙人とお友達になりたいです、私も。そうだよ、いいことがいっぱいだ。なれますか、私も宇宙人？なれるよ。宇宙はもっと勉強しなきゃならない。なるほど。隕石もいっぱい買って、いろいろ勉強して研究するの。なるほど。これで宇宙人を呼ぶんだ。 UFO、 これ早く降りてこいって、こうやって。ネックレスで。ほら、UFO が入ってるでしょ、ちっちゃい。隕石の粉が入っていて、シールもあって。そうやると来るんですね。UFO はこれこうやって。UFO っていうのはね、二種類あるんだよ。二種類。本当に宇宙から来た UFO と、地球上でできた UFO がある。地球上。UFO っていうのは未確認飛行物体って。夜中に暗い時にね、バーッと光が空まで、宇宙まで行くような光を出す機械があるんだよ。そうやっていて、そこへ飛行機が飛ぶと、それが UFO に見えたりする時もあるし、雲に当たって雲が UFO に見えたりする時もある。それだからそういうのは地球上の UFO。 本当の UFO っていうのは、宇宙から来た UFO っていうのはもう何パーセントもないんで、1パーセントもないんで。めったに来ないんですね。めったに来ない。村長さんのお名前は何でしたっけ？カゲロウカッパって、宇宙名。カゲロウカッパって言うんですか？そう、宇宙名はカゲロウカッパ。あ、宇宙名っていうのがあるんですね。カゲロウカッパ。私は何がいいと思いますか、宇宙に行った時？それは宇宙の人の本部で決めてくれる。あ、そんなのもあるんですね。あるんですよ、本部。オッケーのポーズが好きなんですか？それはそうだ、オッケーだもん、願いはみんな叶う。ほら、映してくれ、ほら。何でも叶えちゃうよ。叶ったようだ。叶ったよ。本庁、このあれ、これ何でしたっけ？しゃもじは何でしたっけ？それ、あの、健康しゃもじ。健康しゃもじ。そう、そこに隕石が入ってる。隕石が入ってる？5000。あれ、5000。これ普通にしゃもじとして使うんですか？違うよ、だから健康だ。こうやってやるんだよ。あ、こうやって。え、不思議な使い方。そう、だから健康しゃもじ。それでこうやって爪、毛をやるとね、すごく体がすごくいい。こうやったことないでしょ？ないです。こうやって。今何を食べてるんですか、それは？宇宙食だよ。宇宙食食べてるんですか？うん、自分で作るんですか？ あんたと二人で作ったやつ。そうでしたね。そう。作りましたね、そういえば。じゃあ私もお仕事の運が上がるように。そう、隕石買ってお願い事するね。そうします。1グラム1000円。自分がピンとくる石の形。ちなみにこの隕石は、ちなみには来ないの、ここは。あ、ちなみに、そう、ちなみには来ないの。どれにしよう。あ、ここに 1.7 とか書いてあった。不思議な形。あ、ハートですよ、ハート。ほら、0.4g。 ちょっとハートで可愛くないですか？あ、でもこれも可愛い。どっちがいいと思いますか？なんかハート珍しい。でもこれもなんかちょっとかっこいいですね。待って、これどこにあったのか分かんなくなっちゃった。じゃあこのハートにします。 0.4g。 じゃあ500円。はい、本当は550円だけど。いや、消費税が本当はかかるんですね。ありがとうございます。てってれー、ハート型。
これ保管したいと思います。シール、これですか、こっち色が違うでしょ、うん、同じとこに貼らなきゃいけないんですか。そうそう、ほらこうやって同じとこに貼らなきゃいけない、前あれ間違えた剥げちゃった。あー、同じものに、そう、2枚、陽と陰を、うん、なるほど、プラスマイナス、陽と陰貼るときにお願い事して貼るの。いい彼氏が見つかりました、いい仕事がたくさん入りました、それ言いながらこう貼っていくの。え、スキズここで書いていくの。300円だぞ。300円、あ、金取る。スキズはだって、スキズ代がね、うん、私も今実は似たようなシールを持ってるので買うの？好きす、はい、300円買います、買います。じゃあ私のパワーの、うん、パワーをここに詰めたので、このホッパスシールもあげますね。なんでホッパスって、私のパワーが入ったシールです。私のパワーがもらえます。パワーなんだよぜひ必要な時に、はい、ここを置いておいて、元気と癒しと愛を与えるシールです。色紙も書かせていただけるということで、うん、いや、それは何で出すの、あんた、うん、そんな遅いんだ。行きました。貼り方がありましたね、確か。願い事をしながら、28日は今日だもん。あんた折れる？折れるけど、ちょっと電話変わって、あ、ちょっと変わる。失礼しました、お願いします。こんな感じで。どれ出してみて。ででん、どうですか。いいじゃないか。いいですか。じゃあ、あそこ置いてこい。明日？あそこ置いてこいって出して。あんた幼稚園出てないの。隕石のとこ置いてくんだよ。ちょっと明日ここ、こっち飾ってあげるから。はい。そこどこでもいいから、そこ。ここですか。どこでもいい。はい。お願いが叶いました。富田ジュリアが有名になりました。過去形にちゃんとして、はい、お願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、ご苦労さんでしたね。またいらっしゃい、遊びに。はい、あそこの神社へお願いに来るだけでいいから。あ、そうなんですね。そうするとみんなほらこうやって願いはみんな叶っちゃう。じゃあまた遊びに来ます。はい、またいらっしゃいよ。はい、願いみんな叶うぞ。ありがとうございました。はい、というわけで宇宙シールとちっちゃい隕石を購入したわけですけれども、どうかな、ウキウキ楽しみ。いつかこの動画が、これがこのおかげでジュリちゃんがみたいな感じになる日を楽しみに、もちろん努力も忘れず頑張っていきたいと思います。皆さんも気になった方は宇宙村ぜひ行ってみてください。今日の動画も見てくださってありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。